こんばんんばはですうん、戻ってきた。実家に帰ってます、現在。引っ越し,した <laughs>。引っ越し,してないよ <laughs>。お家は変わったけど、今いる場所は違う。戻ってきた。懐かしの木の背景です。ただいま。 そう。ただいま。こんばんは。お疲れ様。スケモンさん、バラ。ありがとう。実家です。 マザンバラありがとうね。えらスパイファミリーめっちゃ面白かったそう今日はねあの前にさ前に配信でスパイファミリーが今月で先週「千秋楽今月までだった」って話をねしたと思うんだけどそうちょうどスパイファミリー 見に行きたくってで、そう調べた時がちょうどほんと5月の21日が博多津千秋楽迎えるんですよそうで、終わっちゃうっていうのに気づいてそれからも急いで <laughs> チケットチケット探してリオさん姫ありがとうそうチケット探してで、自分のお休みの日と照らし合わせてうーんってやってお姉ちゃんと <laughs> で、そう今日が本当に 今日がチケットも取れて空いてて今日もお休みでお姉ちゃんもお休みで行けるってなったので今日行ってきました日帰り日帰り福岡そうこれねなんかソファーソファーの柄ですソファーこんばんはそう見たいと言ってたけどもう実行 <laughs> 行動にすぐし移しちゃった。行けたすぎてほんとに。行けてよかったでも。しんじさん、だるまちゃん、ありがとう。<laughs> ありがとう。弾丸、弾丸、行ってきました。そう、よかったの、行けて。こんばんは。チケットがあってほんとによかった。千秋楽近いから、チケットないかなーと思いながら、思ってたんだけど、でもあったけんよかったです。こんばんは。 面白かった自分ねスパイファミリーは漫画が好きで漫画が好きで漫画をねでから入ったんですよスパイファミリーは。ではアニメもね見てたんだけどそうよかったすごいなんかもうキャラクターのキャラクターの中の ほんとにキャラクターが飛び出してきてるような感覚でどのキャラクターもすごい演技力もだしすごい全部良かっためっちゃすごかったです可愛かったアーニャがアーニャちゃんアーニャさん <laughs> アーニャちゃんアーニャほんと可愛すぎて。 もうさ私さちっちゃい子ちっちゃい子っていうかあのもうちっちゃい子が頑張ってる姿を見たらほんと多分もうなんかうるうるしちゃう <laughs> ああャか出てきてそうこう「ああニャピーツが好きニンジンは嫌い」って踊ってる姿見てるだけでもうなんか「すごい!」って踊 <laughs> ってるかわいいと思って。 でも涙でそうなって最後の最後も全部フィナーレ終わってわってなってあのキャストさんたちが並んでわって手振って <laughs> すっごいもうああやちゃん最後わって走って出てきて手わわって振って帰っていくの見てもうな涙出そう涙出そうになるぐらいもう可愛くってあ「あもう頑張ってる」ってちっちゃい体で「頑張ってるすごい3時間も」ってもうなんかすごい誰 誰ですかって感じだけど <laughs> あーのあのああにゃちゃんのお母さんかなってぐらいママ分かる母性が <laughs> そうなよね私昔からねちょっとやっぱちっちゃい子が頑張ってるところとか見たらもう本当に涙が出そうになっちゃういや佐々木美玲さんじゃなかったのそう佐々木美玲さんのね夜 見に行きたかったけどそうじゃなくってそうタイミングめっちゃぴったりあってよかったもう行けないかと思ってたスパイマミリー行けてよかったですずっとね見たかったからお疲れ様可愛かったあにゃうん子役ちゃんそうそうツノさんバラありがとう 幼稚何秒会いやもう泣い,泣いちゃうかもしれない <laughs> 大変だよほんとに母性ママママになっちゃうそう母性あふれちゃうお相見てたらでも一回本気のアニャやってほしいです <laughs> 本気のアニャ父 首チョンパー体チョンパー <laughs> 先生言ってない <laughs> あーにゃんあずにゃん父父父 <laughs> 冬渕さんハートありがとう。 運転していったいや運転はしてないですしてない新幹線で行きましたよさすがに福岡はで運転できないよこんばんはキッズクラスかえかわいいわかる私のキッズクラスとかそうそうもう発表会のあ,あそうアッシュにもキッズクラスって言って幼稚園生までの小学校入るまでの子のクラスがあるんです幼稚園生の子のキッズクラスって もうねその子のリハーサルのとか見てたらもうなんかうるうるうるうしてくるもう熱くなってくる目頭が <laughs> あ涙出そうと思う頑張ってると思って「風物詩さんハートありがとう」ちっちゃい子は大好きです本当に私そう マジなきなななじゃない <laughs> なっちゃうよ <laughs> もし自分に将来子供ができてとかなったら多分ずっと泣いてるかもしれない <laughs> こんばんにゃあずにゃん車買ってほしいあずにゃん どんなセリフ。<laughs> って言って,って。買ってくれるの。こんばんに、お疲れ様。お疲れ様。<laughs> 面白かった、すごい。博多座で,でも。 ちょっとね、キングダムに行ってからはまってしまったかもい意外とでもやっぱは福岡までだったら距離感的に本当に新幹線で往復往復じゃない片道1時間2時間一時間2時間もかからない1時間ちょっとぐらいで行けるから行きやすいですね博多座すごくすごく行きやすい。 来やすい方ではあるねキングダム行って2回目の2回目の博多座行ってきました楽しかったでも本当に今日ね弾丸すぎてもうね行ってすぐ帰って帰ってきたんですよ <laughs> 朝ね11時ぐらいに9時ぐらいにこっち出て10時ぐらいに着いて 10時ぐらいに着いてそっから先ラーメン食べたんですよお昼も兼ねてで12時からのあのあれでミュージカルでで12時から3時ぐらいまであってそっからもう3時50何分ぐらいの <laughs> 新幹線で <laughs> 本当にだから滞在時間がもうめっちゃ短かった。 もうちょっともうちょっと余裕を持って新幹線帰りの新幹線でもうもうちょっと遅くるらかったねとか言いながらお姉ちゃんと走って福岡を走って走りましたえっシ,ンシンめっちゃ美味しかったシン,シンでもめっちゃ並んだ開店が11時でそう開店ちょうどに行ったんですようん開店する前ぐらいに行ったから10時開店前ちょっとちょっと前ぐらいに行って 開店前ででも,も列ができてたんだけど回転前だったからまだでもそんなにめっちゃ並んで大変だったってわけでもなく入れましたねでももう11時の開店前から列ができてて美味しかったですすっごい行きたかったのをシンシン絶対にシンシンのラーメン屋さん行くって決めてたねちゃんともう一個行きたいお店もあったんだけどそこはちょっと時間の関係上難しく。 難しくて広島警備すごかったえすごかったうんうんすごいあの G7 サミットのねあれですごいすごいすごかった私もコインロッカーとかも封鎖されてて福岡の方もコインロッカーを封鎖されたりしてた原作あんまりししなくても楽めそうですかどうなんだろうでも原作は ある程度頭に入れていった方がより楽しめる気がする。うんうん。スパイファミリーミュージカル。頭に入れてたらより楽しめるかな。こんばんは。お誘いごめん <laughs> お誘いできなくてごめんね <laughs> ごめんよ。ごめんよ。行ってきちゃった。お姉ちゃんとラブラブ。こんばんは。そう、めちゃめちゃ。 もうねレッズはねそう絶えずずっと行列ができてたからやっぱり有名っていうか人気人気なんだよねそう有名なラーメン屋さんだしめっちゃ美味しかったでも本当にね豚骨豚骨ラーメンスープも全部観測できそうなぐらいスープも美味しいんですよあっさりあっさり感があす豚骨の中でも 私、昔食べた豚骨が結構こってりしてるとんこつを昔ちっちゃい時に食べてちっちゃい時はそのこってり感がちょっとこってりしすぎて豚骨全部食べれなかったんですよねそうそれからあんまり豚骨好んで食べてなかったんだけど美いしい美味しい,美味しいもうびっくりするこの前キングダム行った時も豚骨ラーメン食べて帰ったんですよ美美味味ししいいめっちゃ美味しい とんこつはまってはまってきてます今福岡でとんこつラーメン食べて「とんこつおいしい」ってなってるここ最近お土産ねそうなんよね <laughs> 買うのめっちゃ忘れとってもう急ぎすぎて帰りもそうなんよ帰ってきてお姉ちゃんと「博多のお土産買ってきてない!」ってなりましたやってしまった 駅のビルえっとね駅のシンシンじゃなくて本店の方に行ったうん駅の方じゃない本店の方に行きましたそうラーメン屋さんシンシンあ焼けば,そばも美味しいんだね結構店舗ねあるよね本店の方に行ったあの天神天神の方の東京もコインロッカー閉鎖してるんだヤっホー プラの演技のお仕事を挑戦できるといいねえそう、そうなんですよねミュージカルとかなんか舞台とかそういうのに好きだしすごい興味があってお仕事できたらいいなと思ってるのでそ,うその勉強も兼ねてあと個人的に好きだから舞台見に行くのはなので最近ちょっとうんお休みの日とか時間がある時はちょっと。 あのゴーいろいろいろんなところにゴーしてみようと思って <laughs> 最近はすごいいろいろ言ってますうんそう今日もめっちゃ面白かったしめっちゃ勉強になったねあミメジージカルいそうほに でもねミュージカルってなるとね歌い方とか踊り方とかも全然違うから難しいよねみやこちゃんすずらんありがとう何杯食べたの一杯だよ <laughs> いや二杯はね <laughs> 食べなかったね一杯だけ食べましたねそうシンプルなあっさりで食べやすいめっちゃ買い玉はねチャレンジしなかったよ麺はね固めお姉ちゃんはバリカタで食べてた 明太子はこの前行った時に買ったんですよ。キングダムの時に。そう。天神の。めっちゃ弾丸。弾丸。ねえ、発声の仕方とかです アアクティブアズミンで <laughs> 今年はちょっとアクティブアズミンでねいきたいなと思いましてまたでい,いろいろで次はなんか今のところなんか結構なんかあのキングダムとか「スパイファミリーとかアニメとか漫画とかの実写版というかが原作となってるもの の舞台だったりミュージカルとかを結構見に行ったから次はなんかザというザってどういう言い方したらいいか分かんないなザ・ミュージカルって言ったらあれだけどなんかなんかブロードウェイだっけなんかそういう感じのそういう今これまで見てきてた感じのジャンルじゃない 違うジャンルのなんかミュージカルとかもお姉ちゃんと見に行きたいねって話しながら帰ってきました <laughs> そういいろんなのね見たいですでも一個あと「千と千尋」が「千と千尋」の舞台あるじゃん。あれがあれがね名古屋と8月に名古屋と。 来年の3月に東京の帝国劇場であって <laughs> これ博多じゃないんだけどもうめっちゃ行きたいんですでもチケットが「千と千尋」はお姉ちゃんが前に博多とかでやってた時にあのチケットを試みたらしいんだけどもう秒,秒で完売になったんだってもう受付開始ポチッポチッポチ,ポチって押しても。 即完売ぐらいの感じでチケット取れなかったって前回の時言ってたから今回なんかキャストがちょっと変わったのかな8月に名古屋の方であるらしくてキンキンにそうでもいけるか分かんないけどいけるか分かんないし8月の乗って全然分かんないけど <laughs> ちょっとジブリジブリパーク的な感じで頑張って取りたいんだよね取っていきたいんですよ ゆずきさんハートありがとうゆずきちさん魔法のランプありがとうこんばんは。 ねそうブラードウェイかあえそう9時からそうゆめりんさんもう始まってる県民賞県民賞そうそうそう劇団しうんそんな感じのとかえキングダムの舞台でも面白かったねえ千と千尋見に行きたいんだよね また長屋なの <laughs> ジブリパークも名古屋でこれも名古屋でやっぱ名古屋にいつか行かないといけない帝劇ね定劇でも帝国劇場は来年の3月なんですよね名古屋が8月でそう即完売したらしくってこんばんは。 行けたらいいなーって感じですね。でも千と千尋は確かに名古屋名古屋もでも日帰りで行って帰ってこれそう次の日仕事でもうん一日 どううなんだろう新幹線でどんぐらいなのかなお休みの人いい感じにこうなんかできますようにってか思うけどできたらいいなでもよかったお姉ちゃんがお姉ちゃんが見に行ってくれるお供お友っていうかあの <laughs> やっぱ一人で見にさ旅行一人で見に行く どっかに新幹線乗って旅するのも楽しいけどやっぱり寂しいのは寂しいからお姉ちゃんも好きなんですよねそういう舞台とか見るのだから一緒にいてくれるお姉ちゃんがいて本当によかったそう今年はすごい連れ回しますお姉ちゃん <laughs> あそこ行こうここ行こうつ そそうそういろいろ見てね表現とか表情とかそういうのもすごい勉強になる面白かった今日もそう舞台好きなんですよねレゴランドね確かにレゴランドも行ってみたい こんばんばは熊野パパさん魔法のランプありがとう 2>, 2時間10分ぐらいかあレイミゼラブルねえっ見てみたいのそうレイミ見てみたいミュージカルねキャスト募集してたよね最近レイミゼ見てみたいなあれもあれは再来年かないや再来年じゃない来年か来年か 名古屋内してくれるの <laughs> 日帰りで行けそうだよねでも名古屋ねえー、あ今日ねみんちゃんあずみちゃんの服着てないえっ着てた着てたよく分かったねそうあのー、トップスのやつがあれそうお姉ちゃん借りるねって言って着てた昨日配信中にさなんか いいねとかかっってやったの分かる <laughs> みんなが「あねみん」って言ったやつあの時お姉ちゃんはすがそう「今日の服」選んでてコーディネートして「これどう?」って <laughs>「これどう?」ってやった時やったのがちょ,ちょうど今日の服服装のコーディネートしてる時でした昨日の配信でなんか途中「いいね」みたいな感じでやったやつそうそうそう おでこ社員さん,さん一緒に飲んでありがとうお疲れ様ですそう確かに共有相手がいるとね楽しさ倍増えっつまぶし食べたいなそうそれでした あ大阪のの式劇場もいいよ劇団式のあ、そうなんだえー、すごい式劇場なんかね東京のやつに一回行ったことがある修学旅行でい行ったでもすごいやっぱさなんかその劇場で見るのって違うね迫力というかセットがさもうすごいからそのその劇場って今回も。 劇場でちゃんとした劇場というかそういう劇場で見るとより迫力感が増すんだなって思いました私音楽もね全部生演奏ですごい生演奏ですよミュージカルずっと演奏されてる音楽家さんの方が。 うんこんばんは石持さん初見さんこんばんはありがとうそうそうだったそういうことでしたなんか大いぞと思ってた <laughs> そうあれはねいいねってやりましたそう私の部屋にクローゼットがあるんですよちょうどあの今の新しい家の方の私の部屋の方に二人の服を置いてる部屋があってそうだから昨日は コーディネートしてた。<laughs> こんばんは。ねえ。私なんかスパイファミリーってさ、その原作自体がちょっとなんかギャグではないけどさ、なんかクス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 って笑えると結構系の。 セリフだだっったたりりシーンだったりが結構織り混ぜられてるって結構さ面白いもの漫画じゃん漫画とかアニメじゃんどっちかというとジャンル的に結構面白い笑える様相も結構含まれてるものだからそれがすごいミュージカルでなんかあの <laughs> すごい。 なんか、面白さがおもなんか、表現をミュージカルでのその原作の表現の仕方、ここをあっこの原作のこの部分をこうやって表現するんだミュージカルでっていうのが何個かあってなんか面白かったすごいそういうのも <laughs> そうちょっとコメディ感あるよね「スパイファミリー、うん。 それが面白いスパイファミリーこんばんはオペラはあんまり見たことないな、うん、え、すごいいっぱい見てるんだ団難試験見えてくる避難試験もいいよねまた見に行きたい ね、舞台夢です舞台のお仕事こんばんは宮内市に下校してきたあっ <laughs> この前ダメって言ったのに <laughs> プロポーズはあずみんだけですよって言ったのに言ったのに出てる人がいるの アーニャのの心の声ってどういういアーニャの心の声はなんか周りがパッて止まってアーニャの声がポンって入る感じ心の声は周りが動いてた人たちがパッて止まってうん心の声アーニャの声だけが入る感じですそうそうそう時が止まってるだからそれは別軸の 言葉ですよみたいな感じの演出がされてる、うんとかいろいろありましたね。こんばんは。あずみまでのアーニョクできるんちゃう？<laughs> できないよ。百四十八センチの二十いだから <laughs>、ちょっと大きすぎるよアイネにしては。 式上野学園ホールのやつ行ったよえ私も行ったことあるいいよね広島ねアリエルが来てたあの時行った上野学園ホールでも何回か行ったことあるそう周りが止まる感じでえそうえアーニャのなんかスパイファミリーグッズがいっぱい置,って置いてて 可愛かったすごい欲しくなっちゃった「売店あにゃピーナッツが好きにんじんは嫌い」「カリカリベーコンは好き寝るのも好き寝んはすき」うんうん から離れんこれ <laughs> これずっと歌いながら帰ってきた <laughs> あニャピーナッツが好き人参は嫌いカリカリベーコンは好き寝るのも好きお疲れ様ですまずにゃ えハリー・ポッターのミュージカルえー、そんなのあるのすごい赤ハリー・ポッターかいいな美保こちゃん結婚してありがとうチュクマちゃん見てクマちゃんだけ閉めてるんだ今なんかクッションがあっ手持ちだから手持ちだとここにクッションがあった方が

でも大きいのこのクマ。巨大クマ。<laughs> 大きめのクマさんです。だって、クマの手、手と同じぐらい。クマの手が。大きめのクマさん。<laughs> あずみんってイメージする?。後ろにずっと飾ってたからね、これね。こっち。いるとき と思ってた。くまちゃんだよ。くまちゃん。え、メルちゃん、え、そう、メルちゃん。今日もメルちゃんに会えました。<laughs> 久しぶりの再会を果たしたメルちゃんと。可愛かった。メルちゃん。可愛さ健在でした。 えーーハリーポッターのンができるそうなんだあ、できるえ待って見たこの前ニュースであのあれだよね「ハリー・ポッター」のさあのなんか出てきた見た見た見たなんか見た <laughs> ニュースでやってたやってたやつちょうど見た何だっけななんか「ハリー・ポッター」の本当に使われた なんか場所なんか再現されてるやつ魔女がこう出てくる魔法でこう出てくるそうそう駅のやつみたいなんか「見た見た」のニュースでやっててえめっちゃ行きたいと思ったの <laughs> めっちゃ行きたいと思って見た「ハリー・ポッター」あれえいつどこにできるんだろういつできるのかな坂道 FC さん一緒の雨ありがとう こんっんきいこの子のこまちゃうんとしまえんとしまえんのあたち？そうなんだありがとう。<laughs> そう、東京え行きたいめっちゃ行きたいすごいめっちゃもう興味興味津々になりましたそのニュース見ててうんなんか駅電車もあるんだっけななんかほんと本当にその時使われてたやつとかも展示されたりとかなんかそんな感じで紹介されてたねえ年前のとこにできるんだ確かにおちゃらけばいいおちゃらけ <laughs> めっちゃコスプレみたいなのして来たいな。いいな。ハリーポッターの世界観めっちゃ好きなんですよね。私。ハリーポッターの世界に飛びたいもん。魔法使いたい。こんばんは。姉妹な土地なんだ。いつできるんかな。全然いつできるとか全然確認してなかったよ。いついつ頃できるんだろう。 今日から僕のことにっんでや <laughs> なんでよ <laughs> お話会使ってウんト取るしかえそれはちょっと嫉妬しちゃう。行 <laughs> ってるのって連れてってよってなっちゃう。ええー、ずるいよ。え、行きたいなぁ。 小説は持ってないけど映画はね好きでね結構見ましたね面白いよねハリーボ・ポッターいろんなことにえ多分今日好奇心旺盛 <laughs> 好奇心旺盛な方かもしれないうん割といろんなこと好き9ト4分の3番線ね見てみたいよねちょっとテンション上がっちゃうよね魔法魔法使い え、ユニバのハリボットムね、めっちゃ楽しいよね、わかる。あ、ずみも魔法使いたいじゃん、みんなあずみのも、の、取り組みするという。<laughs> もう魔法使い。<laughs> 魔法使いてる。あずみ魔法使い。知らん間に。 月月なの来月えそんな6月からなんじゃめっちゃさ来年とかの話かと思ってた6月からもうじゃあすぐじゃんすぐじゃないですか6月オープンって「グゲームリポッ再現そうなんだえゲームがあるのえー、気になるあスマホじゃないか え面白いよ「ハリー・ポッター」えもう絶対に見た方がいい「ハリー・ポッターは」は <laughs> 人生の中で面白いよ本当に面白い本当に面白いです「ハリー・ポッター」めっちゃ面白い一時期ネットフリックスでさほなんか見れるようになってたよね今も見れるのかなめちゃめちゃに面白いですよはちゃめちゃに面白いえー、6月からなんだ 行行きたい、ね、行きたたいいね <laughs> めっちゃ行きたいえ6月からなんだちょうど1か月後だねいいな先に行ったちゃねいいな <laughs> いいなずるいようん行きたいよ私もみんなで行っちゃう <laughs> みんなで行っちゃうめっちゃ行きたい えー、誰かお誘いしていこうかな東京か東京ならなんか泊まりでい言いたいなあ小説も読んでほしいってあそうなの小説小説も読んでみたいな確かに元小説なのかなんかさ元々が小説だ原作が小説なんかじゃけんじゃけんあれだよねなんか 映画化には映画化された映画の方にはない話というかなんか物,物語というかな,んかなんて言うんだろう描写みたいなのも小説の方に結構書いてて小説なんかっていういろいろ考察みたいなの見てる時に読んだ確かにそういうのも小説も気になる。 アスーポッター無理やり感がアズーポッターねハリー・ポッター行きたいなでも6月6月からいつまでやってるのかな6月からでも期間あるよね多分終わりの期間ずっとじゃないよね多分6月にオープンしてずっとなのかな6月から何月までなんだろうハリーポ・ハリーポッターのその年しまってところでやってるのとは 確えソそらさん好きかなハリー・ポッター <laughs> 確かに行きたいジブリのリベンジキャンドル作ってあ遊園地だからずっとなのかな <laughs> 案内してくれるの遊園地だからずっとなのかな ずっとなんだあ、めっちゃ決まってるんかと思ってた6月から何月までって感じかと思ってたけどずっとなんだえそれならそれならだねゆっくりゆっくりいけるねゆっくりいけそうあそらさんポリえ好きって言ってたほんとにほんとにえそれはちょっとお誘いしてみたいな <laughs> そうなんだえー、えう嬉しい長い期間やってくれるのであればそれはめちゃめちゃ嬉しいなえー、そっか6月にね行けなくても確かに予約とかないのかな予約どうなんだろう 予約あったらえでも全部予約になっちゃう <laughs> どうしよう3ヶ月3ヶ月後だった <laughs> ジブリパークシステムだったらちょっと泣いちゃうな予約なしがいいな予約なしがいいななしがいいなありかなでもなんかアトラクション系ならなしな気がする 日時指定予約 <laughs> <そう> <laughs> 予約確かに恐怖、もう恐怖でさす、私予約してた <laughs> そっか <laughs> 予約なし難しいそっか、予約がありのところの方が多いのかな <laughs> 予約しないといけないんだ 事前予約なんだ9月30日分すごいめっちゃ先までえ買えるかなでも絶対6月オープンだよね人気そう「ハリー・ポッター」取れなさそうチケット予約っぽいな取れるかな争奪戦かな 先の予定がさたたないからさまた <laughs> お姉ちゃんに <laughs> 私の買ったチケットが全部お姉ちゃんに回っていくことになっちゃう一番行きたいのに休み問題なんだよねそうなんだよそこなんですよね予約予約のあれなところってお休みが確定しないからそうなんよね 1> 1ヶ月前くららいからできるんだあそうなんだこれは1ヶ月前からできるんだそうなんだ、ね、1週間うんなかなか予定が立てづらくててパぱくってイベント欠席だなえっそ, <laughs> それはしないお仕事優先ですのでお仕事優先にしてるからあでも6月は回ってるのか お姉ちゃんがそうなんんだよねお姉ちゃんに全部回っていくから「千と千尋の話も行こう」ってなってえ「でも8月の予定全然立たないよ」って言ったら「まあもし行けれなかった場合は私がもらって友達と行くっていうことになっても全然いいよ」とか言われて「<laughs> ずるい!」って言った「<laughs> 私はこんなに行きたいのにジブリパークも行けなくって」て <laughs> そう。 全然私がもらって <laughs>「友達といい全然行けるからまあまあいいけど <laughs>」そうずるいよ」って言いました <laughs> ねえ確かにロケいやロケとかで行けたらいいそれはなかなか厳しいですよ ええー、オープン初日に行く友人は端末に2時間粘って撮ってみてすごいやっぱそうだよね人気そうだよね9月も待って夏夏すぎて秋ぐらいかないけるのそうお姉、ね、ちゃん<笑><笑>よくないそうよくない私はよくない <laughs> 私は良くないんだよって言いましたうん一番行きたいのにって <laughs> アルミン友達ね <laughs> 友達になって自分が行くみたいな <laughs>。 ダメですよダメですすよよそんな行かせない私が私が行かせないずるいよだねーまあ「ハリー・ポッター」はまだまだそんなにすぐ終わるわけでもない長い開催っぽいからねゆっくりね時間見つけていける時に行けたらいいなと思います ジブリパークもジブリパークも行けるときに行こうもうちょっと8月はいけないので9月か10月か11月かどっかに行けたらいいなこんばんはそうだよねずっとずつ終わってね終わるまでは忙しいからそう行きたいところがどんどん増えていく <laughs> 困っちゃう行きたいところが増えていって増えていって そうなんだよねまずはジブリパークは絶対行きたい絶対に行きたいジブリパークユニあの「ハリー・ポッター」よりも行きたいもんジブリパークはずっと言ってるよこんばんは。 うん決済忘れ確かにあの時決済忘れてなかったらいけていたのかなあっ焦ずに早くお話ししたい嬉しいありがとう <laughs> はるかちゃんありがとう嬉しい私もだよ <laughs> ありがとう決済大事 レこんばんはねージブリも落ち着いてほしいけどなんか新しいでもブースみたいなのもできるそうなのでそれもできるらしいからそう,そういうのができるとまた人気がね上がり人気が上がりそうっていうか人が結構集まりそう新しいブースとかもできた 夢だったのかユニバのスパイダーマンきてお確かにいいねなんかスパイダーマン終わるらしいですねユニバのアトラクションがっていう話を聞きました終わるのかななくなっちゃうのかななんか終わっちゃうみたいなねえ決済大事決済大事と言ったらお話会も今ね現在 販売中でございます。お話会再販中なので、そう。お話会も再販中です。ぜひお待ちしております。<laughs> 私のプロフィールのところから、お話会にのホームページに飛べるから、再販中です。待ってるよ。お待ちしてます。お話ししようね。 ぜひいっぱいいっぱい話そうちょっとでも気になったら GO! してください待ってますねお来勤えお来菌えありがとうそう10時からソラハさんとソラハさんとあのー、のところと模擬模擬戦をね模擬戦をするのでぜひ 最近安住一メン入ってる方お待ちしてます一緒に模擬戦参加してね10時から私も参加しますよ模擬戦えちょっとでもドキドキするな <laughs> すぐ倒されそう私弱いからすぐ倒されちゃいそう怖いですねドキドキしちゃうねそう終わっちゃうねスパイダーマンね かという可愛いアトラクションに早く会いたいです <laughs> えー、ありがとうあずみアトラクションの乗ってください <laughs> あお話から10枚追加嬉しいありがとうありがとう <laughs> ありがとうありがとうございます <laughs> 嬉しいいっぱい話そうね楽しみだ ありがとう。待ってます。お話会、音声話会。あ、来年の一月なくなっちゃうんだ。早い。あっという間だね。ねえ、えソラーさんと一騎, <laughs> 一騎打ち。一騎打ち。 いつか直接話…えしししたたたいしたいいてよね、待ってる距離も近くなったから結構近距離でお話できるよ直接お話会マスクもなしで待ってるね直接も大阪は完売しちゃったんだけどね待ってる待ってるあっフフでに八作大福食べたことある美味しいよね八作大福近い <laughs> 近すぎたん？近いこれ <laughs> 今日は手持ちだからどんだけでも近づけれちゃうっていう近い <laughs> 近づいちゃったこんばんはありがとね あ、オンライン通称ありがとう、嬉しい。<laughs> ありがとう。感謝枠もね、ツーショット撮影会の方があるので、感謝枠待ってるよ、7月。ありがとう。待ってます。再販中です。あ、カラーズ、そう、8月5日のカラーズにも参加がね、決まって、昨日か告知があったんですよ。嬉しい。去年もね、先輩方が出演されてて。 楽しみ今回今年出演できるのめっちゃ嬉しいですドレスコードは赤らしいので <laughs> カラーズもお待ちしてます8月5日8月ですね8月楽しみ夏が結構みんなとのみんなといっぱい過ごせる夏になりそうで楽しみですこれ以上好きになったたい <laughs> えー、もっと好きになっていいんだよ もっと好きになっていいんだよ <laughs> 広島でやるうん広島でありますね赤のドレスかいいなドレスコード赤ドレスコードが決まってるのとかちょっとなんかワクワクしちゃうよねみんなどんな赤の服着てくるんだろう楽しみ私も赤の服かなギャー <laughs> いや <laughs> <laughs> ね赤だったらカープでいいよえカープでいいのもいいんじゃない <laughs> 赤だから <laughs> 切て切てよ赤のユニフォームカズレ赤ねうん赤だから待ってますよー。 楽しみだねツアーもねいつ参加できるかなよしじゃあでもそろそろ団地読もうかな15分になっちゃう13位ベクトルさんありがとうございます12位フォーエバーラブさんありがとう十ッチディオさんありがとう10位ミャオコうちゃんありがとう9位ヌシーさん ありがとう、八位とっちゃんぼやさん、ありがとう。七位くまねばばさん、ありがとう。六位だんじろうさん、ありがとう。五位かげさん、十七さん、ありがとう。四位とーくん、ありがとう。三位ももんがさん、ありがとう。二位つのさん、ありがとう。そして一位はるるるるるるる。ゆずきじさん。ありがとうございました。ありがとう。 ありがとう。明日は、明日は朝配信お休みでお願いします。明日は朝配信お休みで、夜は配信ある。するけど、また時間ちょっとお知らせするね。遅くなっちゃうかもしれない。朝配信明日お休みでお願いします。ありがとうございました。 じゃあまた10時からの来勤で会いましょう。<laughs> もぎ対戦楽しみありがとう。ありがとうございました。じゃあねねあずみんで終わります。せーのって言ったら「ねねあずみん」って言ってください。いきます。せーの。 なーにー。なーにー。<laughs> なーにくま。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。おやすみなちゃーい。バイバーイ。